リトルウィッチアルフェ、黒猫魔法店開店します。魔法文明により発展してきた私たちの世界、豊かな水の恩恵を受ける花と自然の楽園、フロルエルモスという小さな王国。小さな魔法店を経営する。大体こんな感じかな。魔法使い見習いの女の子です。先日母が亡くなり、私一人で魔法店を経営していかなければならなくなった。今日、この日から始まる一年が。店内の整備は、とりあえずこんな感じで。お次はっと。私の、パルフェシクレールの運命を、大きく変えていきます。黒猫魔法店の再建者、その一人だ。商売はままごとではない。借金を返す、一生懸命確たる後ろ盾があるならまだしも、貴様のようなみなしごの小娘。経営能力など望みようもないわ。でもまだわからん。貴様の返済能力などアリ一匹分の働きも期待できんというのだ。愚かな母親を呪うのだな。その猫がいるなら借金返済に一縷の望みはあるかもしれん。全ては貴様次第だな。必ず借金は返します。うん、決まりだな。仕方がないのや。こちらも今後の計画を練らねばならんのや。避けます。返済しなければならない借金の総額と契約内容を明示してくのだにゃ。承知した。証文の写しを後ほど送らせる。しかし、ざっと見たところ、貴様の母親があちこちでこしらえた借金、全部で100万ゴルダはくだらんところだろう。100万？うん、とにかく、まずは様子見だ。仮に返済能力が認められたとしても、今年中には借金を清算してもらう。わかりました。とにかく今日はお引き取りください。
材料もないことだし、アルフェ、取ってくるのね。材料のチーリッピはイストール山の山道か河口で取れるね。岩塩は洞窟、湖の水はスンベル湖でそれぞれ取れるね。それぞれ一個ずつ持ってきたら、いよいよ調合に入るね。まずは最終にゃ。いいにゃ、マルフェ。わかった。行ってくるね。どこに行こうかな。材料は揃ったのかにゃ。それじゃ次の説明に移るにゃ。では実際に作る。よし、やるよ。できた。初めてにしては上出来だにゃ。だけど魔法店経営の道は果てしなく遠いにゃ。
とっても偉い宮廷魔導士さんなんだ。でもだからレネットのお父さんはほとんどお城にいてあまり帰ってこないみたい。別にお金には困ってないみたいだから、魔法学院がある日は二人が帰ってくるまでお店が開かないんだよ。でもうちのライバル店に間違いないよね。ココットちゃん目当ての常連さんもいるみたいだし、負けてられないな。何をしようかな。届け物があったんだ。